熱海市の土石流災害の起点付近の森戸を造成した不動産管理会社が市内の別の場所に作った森戸について県が復旧命令を出したことが分かりました熱海市伊豆山地区の土石流の起点となった森戸を造成した神奈川県小田原市の不動産会社は熱海市内の別の場所にも県の許可を得て森戸を造成していました しかし、許可された区域外にも土砂を搬入していたことが分かり県から中止命令を受けていました関係者によりますとその後も土砂が放置されているため県は復旧命令を出し土砂の撤去を求めたということです。